バノイチ、まあ、今日は日本で活躍する若手日系ブラジル人の紹介をしようと思います。オフゼウマインテルビスタパーラエリノミデリエメナミエケンゾン、ソブラジレロ、モロノジャパンエンゾモ、テンヨ19アノス、エアゴラストウトラバリアノノマアカデミアキノジャパン。はい、ありがとうございます。ミトブリガード。じゃあ今回のビデオはちょっと日本語で日本人向けに、やります。SB 上パラオスジャポネージス、パラコネッセモコモブラジルス、クワイスブラジルス、そうですね。トレバレのジャポンって感じで、どんなブラジル人が日本で活躍してるかっていうのを紹介しようと思ってこのビデオを回してます。ケンゾー君とは僕はブラジルにいるときに、ドイズミデズデズセチデズオイとね、エラープレジューニョ。あ、そうですね。はい。プレジーノっていう中学生ぐらいのカテゴリーの試合で、僕のチームの、まあ、対戦相手というか他のチームで活躍してて、大会でもうトロフィーをもう3つ、4つ、5つぐらいね。いや、そう。本当に、すごかったんですよ。で、もう全部この、はい、目のやつとか、アイブラックやって、あといろいろサングラスもオープンやってめっちゃかっこよかったんで、はい、写真も紹介しておきます。はい、そんなまあ野球バリバリのケンゾー君で、その後とあるきっかけがあってですね。はい、そうですね。なんで日本に来ることになったんですか。はい、ですね、ブラジルに行った時にちょっとコロナウイルスで、はい、ちょっと学校とかアカデミーとか、はい、全部ちょっと中止になって、うん、まあ、どうしようかなと思って将来に、うん、について、でそれから日本に先に来たブラジル人がいて、はい、その友達からちょっと監督さんに招待してもらって、うん、でそこから日本に行きませんかって連絡が来て、はい、よしじゃあ日本に行きましょうっていう感じで野球しに来て、まあ、今は卒業して、はい、ジムで頑張っています。今日本何年目ですか。そしたら今は3年目になります。ちょっと詳しく補足をすると、ケンゾー君は島根の立正大湘南高校で2年生から入った、2年生からですね、はい、に入って、その前にですね、タデウ君ですね。タデウ、そうです、シーズタデウです、はい、シーズタデウ君っていう、まあ、ブラジルのサルバドールの子で、2人とも聖帝、ヤクルトアカデミーがブラジルになるんですけど、まあ、そんな、動画も僕の YouTube に載っけてますし、まあ、ケンゾー君ともヤクルトアカデミーでも、あ、そうです、ね、はい、出会ってます。高江さんね、高江直也さんがサルバドールで活躍した、野球隊員の高江さんが、立正大湘南高校とのパイプをつないで、その流れで日本にやってきて高校野球をしていると、はい、はい、で実は1年半前ぐらいですかね、立正大湘南高校が、はい、学芸館高校に、練習試合来た時に一緒に会って、あ、そうです、はい、びっくりしました。写真も撮ってます。高校野球どうでしたか？日本の高校野球は。高校野球は、はい、まあ、本当にすごかったですね。すごかった、大変でした。大変でした。トゥドディフェレンチね。トゥドディフェレンチ。もう全部文化が違うんで。本当にもうびっくりした時もあったし、はい、もう我慢できないもんっていう時もありましたんですけど、まあ本当に、まあ、試合の時は一番最高でした、うーん、だと思いますよ。最後の夏は決勝ぐらいまで行ったんですか。決勝は行ってないですけど、準決勝、準決勝、セミフィナルで、あ、準決勝前の前、はい、そうですね、海星高校に、あ、海星高校ね、負けました。はい、その時はポジションはショートでした。ショートで、はい、で、ケンゾー君キャプテンもやってたりやらなかったり、いろいろ冬練習の時にちょっとキャプテンちょっとだけやってみましたんですけど、そのケンゾー君日本語喋れなかったんですけどね。あ、そうです、全然喋れなかった。日本に来る前全然喋れなかったんですけど、日本に来てなんでひらがなとかなくカタカナだけしか、ちょっとだけわからなくて、僕の名前はコロギケンゾーです、よろしくお願いしますしか喋れなかったです。で、日本の高校で勉強もして野球もしながら日本語を覚えて、はい、そうです、はい、今はこうやって日本語で会話がね、はい、そうです、できてます。で、今卒業後この出雲ですね、島根県出雲市、実は僕ブラジル行く前に出雲に一人旅来たことがあって、ブラジル人と出会ったことあるんですけども、村田製作所ですね、出雲、はい、にブラジル人の方が多かったりで、その関係で他にも周りにもブラジル人多いみたいで、このアカデミアはブラジル人がもう 90% ぐらいですか。はい、はい、まあ、そうですね、 90% はブラジル人で、まあ、日本人も来ますし、うんうん、多分アメリカ人とかバングラデシュの人も来てますよ。へえ、
まあそんな感じでちょっと一周ぐるっとしよう。このクロスフィットトレーニングですね、はい、クロスフィットとジム、こっちの普通のジムも、はい、あるんですけど、まあ、そんなところで、今日も一緒に混ぜてもらったんですけど、ブラジル人の方と、ケンゾ君がポルトゲースですね、ポルトガル語で。はい、そうです。日本人の人もこうやってパーソナルでクロスフィットやることあるんですか？今はやってないんですけど、あ、まあ、これからやろうと思ってますよって、はい、今日本人はまだクロスフィット全然来てないんですけど、まあもちろん来てほしいので、はい、まあ、日本人のクラス作って、うんうん、まあ、最初だけ教えて、そこから、まあ、もうクラスできますよってなったら、はい、まあ、全員と一緒に合わせましょうっていう感じをしようと思っています。じゃあケンゾ君が日本語とポルトガル語どっちも使って、うん、今日は、はい、今日は全部ポルトガル語で、はい、レッスンしてくれたんですけど、はい、ポルトガル語も上手はい、じゃあまあそんな感じで、なんか最後に一言というか、あれはじゃあ日本人向けと、はい、ブラジル人向け両方日本語とポルトガル語で、オッケー、はい、じゃあちょっとだけ日本人に話をしたいんですけれども、うん、はい、日本人にはちょっとなんて言うんですか、海外の人は、うん、まあそういう、まあ、どうかな、嫌だかなっていう感じ、うん、って思いがあると思うんですけど、うん、まだあんま慣れてなかった。そうですね、はい、まあ海外の人は全然ちょっと日本人と違うんですね、うん、もうぜひ来てほしいです、はい、そういう嫌だっていう感じは絶対ないです、うん、もうもちろん来てください。まあちょっとだけ見てのクラスを見たりとか、うん、一回だけなんていうんですか、エスペリメンタル、はい、はい、お試し、ね、あ、そうです、トライアルみたいな感じですね、はい、トライアルみたいな、はい、一緒に全員で楽しんで欲しいです、うん、はい、はい、一緒に、はい、でそこからeスポーツクロスフィットのつながりで、うん、仲良くしようっていう感じをしたいと思って、してほしいですね、はい、みんなが。もう出雲だけじゃなくて日本全国いろんなところにたくさんブラジル人いますし、ブラジル人以外の外国人もたくさんいるから、日本人と外国人がもっと仲良く、それで仲良くしたら、はい、もちろんいいと思います。ブラジル人はセンプリアベールとね、そうですね、はい、いつも心はオープンなので、はいはい、日本人があとは入っていくだけですね、はいはいはい、そうですね、はい、その役割をこのビデオを見た方がですね、はい、そんなきっかけ作ってくれたら、はいはいはい、あとはブラジル人にとっては、はい、まあ、ポルトガル語で、うん、まあ、プラスペソアスドブラジル não tenham medo de vir para o Japão mesmo se vocês sentem dificuldade aprenda o idioma não se prive de aprender sempre que tiver alguma coisa para aprender a mais aprenda o idioma aprenda a conviver com os japoneses respeitem as regras é importante porque o japonês priva muito isso eles apreciam quem respeita as regras quem tem o seu caminho sempre focado, faz as coisas direitinho. Então, seja uma boa pessoa, que com certeza os japoneses vão te tratar bem. Eles são bem receptíveis nessa parte aí, quando é uma pessoa boa, né? Assim, igual a gente como os japoneses também, quando encontram um brasileiro que vê que ele faz as coisas direito, segue as regras, e quando ainda mais fala o idioma japonês, eles praticamente quase que idolatram, né? Então, eu acho muito importante a gente se esforçar nessa parte aí de aprender uma nova cultura, aprender um novo idioma, entendeu? E sempre tentar fazer novas amizades, ok? Esse é meu recado para vocês.ザボーン、muito obrigado、ケンゾ。はい、ありがとうございました。ということで、本当にたくさんの、はい、ブラジル人や日本、外国人が日本で活躍してますんで、はい、ぜひ、日本人も外国人も一緒になって、はい、はい、いい世界というか、いい日本を作っていけたらと思います。はい、muito obrigado、チャオチャオ、ありがとうございました。